どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、出世払い事件です。戦国時代の名武将、藤堂高虎は、その若かりし頃、餅屋から餅を恵んでもらうほどお金に困っていました。その後に大名になって、大名行列で餅屋の前を通った時に、餅屋の主人に対して、私は10年以上も前にあなたに餅を恵んでもらった浪人です。あなたのおかげで大名まで出世できました。これはあの時の餅の代金です。受け取ってください。というエピソードから出世払いという言葉が広がったようですね。さて今日は出世払いでお金を借りた時に出世しなかったらどうなるのかが問題となった事件を紹介してみたいと思います。一体法律上どのようなことが問題となったのか、この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。笹川久太郎は田子恭一郎から60円を借り、その際に出世払いで返すとしていました。明治40年に田子は笹川が数百円の資産を有していたので、出世という事実があるとみなしてお金の支払いを求めて提訴したところ、笹川は消滅時効の期間が過ぎているので支払いは不要だと反論しました。これらを受けて大審院は、笹川は明治33年に債務の弁済をしてなお多少の余裕がある生活を送れる財産状態だったので出世の域に達している。出世という事実が後日に到来するかどうかは不確定であることはもちろん、消費貸借契約の趣旨からすると出世という事実の到来によって債務の効力が発生するのではなく、すでに発生した債務の履行を制限し、債務者が出世した時に履行をしなければならないことから、その債務は不確定期限をつけたものであって停止条件付きの債務ではない。しかし債権の消滅時効は債権者が権利を行使することができる時から進行を開始し、不確定期限債務といえどもその到来の時から債権者は弁済を請求することができ、これと同時に消滅時効が進行し、債権者が期限の到来を知っているかそうでないか、または過失があるかどうかを問うことを要しないものと言うべきである。よって田子の上告を棄却すると判決を下しました。今回のケースで裁判所は、出世した時にお金を返してくれたらよいよと言ってお金を貸した場合、実際に出世できないことが明らかになった時に貸主がお金の返済を求めることができるとしました。また出世払い債務の履行期の到来を知らなかったとしても消滅時効が進行する点にも注意が必要でしょうね。以上エンタメフォワークでした。ではまた。